はい、というわけで、今日はですね、とても豪華な3人で、バスフィッシング大学をやっていくという、とても豪華な2人をお迎えして自分も豪華っていうな。失礼しました。豪華なお二人と大して豪華じゃない俺たちの3人で豪華なんだけど、はいちょっと間違えました。はい、そんな感じで、お願いいたします。はい、いや、小野さんが加藤さんと共にこうバスフィッシング大学ってなかなかね、いや、バスフィッシング大学は初めてでしょ。初めてね、2人で。2人はだから初めてじゃないですか。すごいですよ。これ同時で喋るのって、動画だったら釣りビジョンのなんか、釣りビジョンの時かな、なんか語ったぐらいだよ。フィッシングショーのステージとかでたまにあるかとか、そんなこと。はい、こんなもんですよ。はい、こんなもんです。まあ、それぐらい豪華だというこのメンバーで今日は何を語っていくのかというとですね、はい、何でしたっけ。ルアーとか、はい、ルアーとかタックル、いろんなものが使いどころ出しどころ、そうですね、はい、ということを語っていくと。いや、バスフィッシングってやっぱりね、結構難しいじゃないですか。で、このバスフィッシング大学はですね、そういうこの難しいところを、分かりやすく、しかも専門的にお伝えすることで、見る方々のバスフィッシングのこのスキルが上がればいいなという感じで、はい、一つだけ言っていいですか。はい、バスフィッシングは難しいはやめましょう。あ、バスフィッシングは正しく理解をすれば簡単だ。魚を釣ることだけに関して言えばそんなに難しくない、はい、そうですね、バスフィッシング、うん、そう。でも、はい、ちゃんと理解しないと釣れないから難しく感じてしまう。これが正しいと思う。ああ、なるほど。はい、ということで、はい、より釣れるようになるためには、はい、ルアーの出しどころ、はい、道具の使いどころが大切だということでお願いします。例えばなんですけど、これ、まあ、夏じゃないですか今、うん、で、これこのシーズンに、まあ、例えば小野さんだったらどういうところに意識してルアーを選んだり道具を選んだりしますか。まあ、夏はいろいろあるシーズンの中でも比較的簡単だよね。うん、なるほど、はい、簡単、はい、要は、まあ、人間もそうですけど、はい、クソ暑いじゃないですか。はい、だから、はい、バスもクソ暑い、はい、あの涼しいところをまず選びますよね、バスは、はいはい、じゃあ涼しいところどこかっていうと、まあ、これは 湖のタイプによっていろいろあるんだけども、はい、一つは影、シェード、はい、間違いないです、はい、あとは流れ込みみたいに、まあ、水の流れがあるところですよね、はい、いや、人間にとって流れって風と一緒なんで、はい、そよ風だから涼しいですよね、はい、まあ、あともう一つは深いところ、これ日が届かなかったり、そもそも水って重たい水はそこの方に沈みますので、まあ、水温は当然表層に比べて低い、まあ、そんな要素の中で、まあ、バスにとって何よりもこの暑さをしのげる場所、まあ、ここを探すことによって、まあ、比較的他のシーズンよりはというか、まあ、ずっと他のシーズンよりは、はい、まあ、バスのいる場所っていうのを絞りやすい季節っていうのが一つです、ね、なので、だから多くのバスアングラーがなかなかこうバスにたどり着くのに苦戦するわけですよ、まあ、これは別にシーズン問わずだと思うんですけど、うん、で、まあ、その原因になっているものっていうのはやっぱりこのルアーで釣ってみたいであると か、 なんかそういうことが本当はというかね、このエキスパートアングラーの中ではそうやって状況を読んだりとかして、この時期はこういうところにいてだからこういうルアーが良くてみたいな狙い方をするわけじゃないです か、うん、 そ、 うだね、だからそれを逆に、これで釣ってみたいとか、なんかこう人間側の勝手なイメージを持っちゃうとちょっと遠回りするってことですよね。遠回りするというよりもこれで釣ってみたいならこれで釣ってみたいってとこでこれで釣ってみる釣りをしないといけない。だからまあそれで長距離をこうイコールで考えるとあんま良くないってことですね、難易度は上がるよ。難易度上がる、難易度上がるということだと、はい、
でも難易度は上がるけど、そういうので釣れといえば釣れないこともないのがバスフィッシングの奥深さだし、そうそう、でも、ね、そこまではなかなか伝えきれないのもこのさ、バスフィッシングだけじゃなくて釣りのなんか全部違うじゃん、瞬間、ぶっちゃける瞬間で、ぶっちゃけるとどんなルアーでも釣ろうと思ったら釣れるじゃないですか。釣れると思う。そこに考えるその道筋みたいなものが違うだけであって、ただ釣ろうとか思えば、それがもっとこうシンプルというか、うん、そう、はい、そう。なのでこの話がどこへ向かっていくのかなって今思ってると思うけど。いやだからルアーの出しどころっていうテーマだと小野さんパッと何が浮かんできますか。いやあのね、出しどころに関しては、はい、あのそれぞれのルアーの特徴ってあるじゃないですか、はい、だからそのまず僕がやることってね、はい、まあ、さっき夏でシェードとかでそういう話しました、はい、でいわゆるまあおそらくバスはここにいるだろう、あるいはこのバスを釣りたいってなった時に、はい、そこの魚を一番釣りやすいルアーを選ぶ、はい、シンプル、非常にシンプル、それだけです、はい、だから例えばね、今こういう夏暑い時に流れ込みに絡んだブッシュ、これバスいますよね、一等地ですよね、一等地ですね、でもそのブッシュの中にトリプルフックのついたトップウォータープラグ投げるやつっていないと思うんですよ、値上がって釣りができない、そうですね、要は、まあ、そこで釣る時には当然値上がりしにくいルアーを選びますよね、はい、まあ、そうなると必然的に例えばテキサスリグだったりとか、はい、あるいはフロークみたいなものだったりとかね、カバーに強いものを、まあ、要はだから狙った魚を釣る時に釣りやすいルアーを選ぶっていうのが、まあ、鉄則ですよね、まあ、その中でも、まあ、フロッグ、テキサスリグ、これじゃあ二択でどっちにするかっていう、またそれがあるわけじゃないですか、その、さらに突っ込んだフロッグかテキサスリグかをどちらかを決めるっていうのはどういう要素で、もうそれはその時の状況ですよね、まあ、それはだからルアーの特徴を考える、はい、テキサスリグの場合は基本的に重りがあるから沈む、はい、だからボトムも下げれる、あるいは調子みたいにね、今流行りでやるんだったら中層も下げれる、はい、場合によっては水面から出して、はい、ちょんちょんとこう、はい、いわゆるひたひたとね、虫のようなアクションを出せますよね、はい、一方でフロッグは基本的に水に浮いてるもんですから、はい、まあ、水面で釣るっていうところで、まあ、その時例えばバスが上を気にしてるんだったら、はい、当然フロッグっていうのがまず最初にファーストチョイスになりますし、はい、またもしテキサスリグで狙うにしても、はい、枝に引っ掛けて、水面を叩いたりとか、場合によっては水面から出して使ったりとか、まあ、そういうような使い方をするかもしれないですね。だから、まあまあ、まず場所によって狙いたいこう魚を釣るために一番釣りやすいルアーを選んで、その中でじゃあまずはその場所にいるんだけども、どういう状態のルアーをこうなんていうかな、どのポジションだったりとか、どういう動き方をしているようなルアーに反応するのかっていうのを考えて、ルアーを徐々に絞り込んでいくっていう感じ、まあ、それってすごく、うん、その大きな枠で切っていってるんですか。そう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 、でも最終投げれるルアーはもう糸に結ぶのは1個なわけじゃないですか、うん、この1個を選ぶっていう、そこはまたさらに奥深い、例えばフロッグって言ったって、うん、まあ、ジャッカルだけでも、まあ、いくつかあるわけじゃないですか。スピンガバチョがあったり、ガバチョがあったり、カエラがあったりする中で、じゃあどれを選ぶんだっていうところが結構皆さん迷われる、うん、あのね、その質問に対してはこういう答えがいいかな。おそらくそこを迷うレベルのアングラーであれば、はい、まずは自分の得意な形っていうのを先に固めた方がいいと。あいい展開になってきたね。得意な形にはめると、うん、はい、なぜかっていうと、はい、そこが迷う人っていうのは、はい、それぞれのルアーの特徴が理解できてないから迷うだけであって、はい、理解できないルアーをどんなに使っても基本魚釣れないんですよ、はい、だから自分の得意なルアーっていうのはそのルアー理解してるんですよね、はい、うん、だからそこの理解したルアーを軸にそれでなんとかする方法から徐々に幅を広げていった方が結果として上達していくんです。なるほど、はい、これに対してちょっと、ね、はい、トッププロだと何でもできると思うじゃないですか、はい、意外とそうじゃないものがあって、例えば僕と加藤さんみたいで、はい、加藤さんサイト得意だけど僕サイトできないんですよ、はい、だから同じような
エリアにいるような魚でも加藤さんはサイドを軸にして狙うし、はい、僕はブラインドの自分の得意なパターンで狙うし、はい、いや自分のそれぞれの得意なパターンから広げてってっていうのは広げてってっていうのはこれトップルでも一緒なん で、 でそういった意味ではいかにその自分の自信の持てるルアーを一個ずつ着実に増やしていけるかっていうのがまあ究極の話上達のまあ最短距離なのかな、まあ逆にこれ以上の近道ないと思います。まあ、結論じみたことを先に言っちゃいますけど、ごめんね、みんな多分その状況においていろんなルアーをズバッとこれを使ったらいいって答えてもらいたいと思うんですけど、はい、まあ、そんなに実は簡単なんじゃないか。 まあ、あとはね、実際にその手持ちの、まあ、タックルボックスを開いた時に何が入ってるのかっていうので大きく分けないと、まあ、それこそね、その全ての状況を全てカバーするためにはもう星の数のルアーを持っていかなければいけないっていう話になるわけじゃないですか。だから手持ちのルアーでそれを一番近く表現できるものを合わせるっていうことにはなるけどね、まあ、あとさっきね、あのこのルアーで釣りたいって話だったじゃないですか、はい、一つ面白いエピソードがあるんだけど、泉さんいるじゃないですか、ハンクのね、泉ハンクの泉さんって、はい、若い時に、はい、一年中ミノしか投げなかった時があるんで、はい、でそうすることによってどういう状況だったらミノーは釣れて、どういう状況だったらすごく難しくなる釣れないっていうのがものすごく良くなかったらしいんですよ。これ結構やっぱプロの世界では定番の特訓方法じゃないですか。です。ワンシーズン、1年間を通して何かのルアーで縛っちゃうっていう、これはもうめちゃめちゃそのね、状況に対してのこの引き出しが増えるってことですよね。かえってね、はい、遠回りの上で実は近道だったりするじゃないですか。そうですね、ルアーをこう理解する上で、はい、そういい部分も悪い部分も、うん、だからまあそんなやり方もあるかな。小野さんはなんか縛ったルアーとかってあるんですか今まで。いや、あのね、こんな仕事させてもらってね、はい、結構雑誌の取材って縛るのキャット多いじゃないですか、はい、まあ、その時のトレンドのなんか企画かなんかで、取材のライターという話するんですけど、はい、結構いろんなプロが、はい、例えばスピナーベイトの企画でも、はい、釣り大会ってワンとかいろいろ持ってくるんですけど、はい、僕はスピナーベイトの企画だったらもうロット1本にスピナーベイトしか持ってかないとか、結構そういう形でもうガチッと最初から縛っちゃうんですよ。心移りしちゃうん で、はい、でそういうことをやると、はい、すごくよくわかりますね。で、なんとかスピナーベイトで釣ろうとするじゃないですか、はい、ひょんなことからスピナーベイトの新しい使い方とかそういうの気がついたりとかするんで、それはあの未だに発見の連続ですよ、そういった意味で僕ですでしょ。いや、まあまあまあ、そう、僕も縛り企画は持ってかないだってもっと簡単に釣れるもんあるって思っちゃったりするから、縛り企画の時は心が弱いんで、そう、心が折れるから、これだったら釣れるの、例えば見えてる魚がいるのにクランクベイトで縛られたらどうすんの。あれありましたね、あの広島の川でしたっけ、足田川でしたっけ、チェリー縛りみたいな、釣ったよチェリーで、釣ってましたもんね、クランクでサイト48センチ、はい、よく覚えてるんですか。いやいや、もう人の超過めちゃめちゃ覚えるの得意なんで。いやいや、そう、いや、はい、クランクでサイトしたこともあるけど、でも、はい、それはクランクでサイトするのはクランク縛りじゃないんだよ、俺にしてみたら。あ、まあサイトってことですか、だから。そう、いや、釣れなかったらそうなっちゃうじゃんってこと言ってるの、はい、自分の得意な釣りにはめちゃうから。はい、クランクでサイトして釣ったこともあるけど、はい、もう本当はクランク縛りって言ったら巻いて釣らないといけないじゃん。なるほど、流し込んで釣っても意味ないんだよ本当は。そうですね、そう遠回りっていうか難、より難しくしちゃってるよ、より難しくしちゃうし、それは雑誌の企画だからしたけど、それは企画であって本来の釣りじゃないんだよ。みんなが言ってるクランクで釣りましたっていうことじゃないんだよ。みんな期待するね、みんなが。そうでも新たなクランクベイトの可能性みたいなものも、まあ、それは生まれるけどさ、はい、生まれるけど、でも本来の姿じゃない。さっきね、あのガバチョとか、はい、何使いますかって言って、はい、あの状況によるっていうね、はい、バルコが言ったじゃん、はい、でもまあ状況によるんだけど、俺は、一番自分が入れたいとこに入るルアーを選ぶ。投げやすいってことですか。要は使いやすい。そうあ、そう、だってもう正確に自分の入れたいところに入らないルアーはどんなに頑張っても釣れる気しないもん。まあまあそうですね、うん、はい、だから意外と僕らのルアーチョイスってシンプルなんで
ね、本当は、うん、まあ、あのいろんな状況を考え合わせて、まあ、いろんなその適材適所のセレクトはしてて、まあ、そういった意味では細かいのかもしれないですけども、まあ、そこにたどり着く過程っていうのは意外とシンプルなところでたどり着いてることが多いかな、俺の場合は、うんうん、思ってる道具で一番正確に自分が一番入れたいところに入れる輪が一番、一番 楽ができる。そう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 、いや、それはちょっと逆にそのルアーが気になってきましたね。聞いてみたい。どういうこと？どういうこと？いや、その加藤さんのその釣りにおいて最もこれが入るって思うルアーは何なんですか？え、サイトで言って、はい、最もここに入れやすくて、はい、っていうで1個だけって言われたら俺フリックシェイクも読んでらっしゃる。ああ、だってスピニングでやるからね。はい、だからまあテキサスとか、まあそうなると俺ジグになっちゃう。イメージが、いやいやいや、はい、もう中田ジグとか大好きだから。ああ、なるほど、うん、ちょっと深くて、見えないようなところででカバーが濃くなければ、はい、もうてかカバー濃いの嫌いだからさ。はい、そう。でも最近はカバー濃いと魚が釣れるのになんで俺今までしなかったんだろうって思い始めてですよね。だからカバーが嫌いだっていうのも加藤さんアメリカ行くようになってからテキサスするようになったんで、そう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 、やるようになったから、あのカバーも打つけど、はい、基本俺オープンウォーターで釣る方が好きなの。まあ、そういうイメージ。オープンウォーターで釣る方が好きだし、はい、どっちかっていうと試合でもオープンウォーターで釣ってきてカバーの人に勝つのが気持ちいいわけよ。ああ、でももうなんかちょっとそれもう縛りみたいな感じですよね、自分の中での。でも結局、まあ、試合もそうだけど最後は自己満足じゃん、魚釣りって。確かにな、はい、だから、まあ、それはさっき俺が言った自分の得意なルアーの得意なパターン、そこで。だから逆に考えるとこれで釣りたいっていうのも一つあって、出しどころを一回置いといて、本当のバスフィッシングは置いといて、このルアーで釣りたいっていう時はどうしたらいいんですか？いや、そしたら状況を今度は合わせに、まあ、そうなってきますよね。状況を合わせに行くしかない。だからどっちかを、だからルアーを合わせるか状況を合わせるかみたいな話。どっちかしかない。普通は状況は合わせられないっていうか、いや、天気を合わせてとか時間を合わせてとか、はい、どうしてもそっちで釣りたかったらそれしかない方法は。そうなってきますよね。あとは逆に考えると奇跡を祈る。あ、奇跡を祈る、これもありますよね。釣りやから奇跡はあるから、つきもので起こるかもしれないっていうのがねありますから。じゃあ例えば、はい、何がいいですかね、最近のルアー、最近出たルアーで状況を合わせるならばどういう状況がベストなのか。いや、例えばじゃあね、はい、IGK って流行ってるじゃないですか、はい、じゃあ IGK で、はい、まあ、最近流行ってるから、はい、ルアー買いました、はい、あれ欲しい、釣ってみたいです、はい、ね、時に、まあ、状況を合わせるんだったら、はい、どういうような状況の合わせ方をしますか。うん、それいいね。ね、いや、いいですね。いいね。例えば渚で、そうそうそう、渚で一匹目の釣りたいと、釣りたいと、どうするか。まあ、はい、まずどうする。なるほど、はい、あ、いいね。これはめちゃめちゃ勉強になりそうな。それはいいと思います。はい、いいと思います。まず、うん、どうぞ。多分それぞれちょっとずつ違うかもしれないなと思う。だから釣り場も。うん、選べんだ。どこ行ってもいいし、そう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 、状況もどうするかって、どこへ行って何、どんな時に何をするかっていうと、そうですね、僕からですか。いや、そう、紙に書いて隠すわけいかないからな。そうですね、順番に多分微妙に俺も違うと思うから。僕が、あ、まあ、今明日じゃあその釣りをして渚で一匹釣ろうと思うと、行く釣り場は、そうですね、あんまりベイトフィッシュの種類が多くないリザーバーで、確実に追い川系のベイトがいるところ、だからアユとかワカサギとかが軸になってるんじゃなくて、っていうところにまず行きますね。釣り場はね、釣り場はなんでかって言ったら、やっぱこの夏のシーズンってアユにしてもワカサギにしてもスクール沈む傾向が強いんで、シャローに残ってるベイトがそんなにスローじゃなくて、あ、早く動き回らなくて食いやすいみたいな、バスは確実に
小魚のシルエットに興味があってで、っていうところをまず釣り場としては選びます。で時間帯とか天候とかそんなのはそこは逆にあんま気にしないかもしれないですね。ああそこ違うわ。うん、渚だったらそういうフィールドに行ったらまあまあそれは真っ昼間に釣るのは難しいですけど、例えば朝だったら、まあ、8時頃までだったらめちゃめちゃ高確率だし、夕方も4時以降だったらめちゃめちゃ高確率だしって感じですかね。うん、だそういう釣り場行くとそうだってことね。そういうイメージ。バスが、深いところに落ちちゃわないで浅いところに入れる時間帯にバスと及川がちゃんとこの同じようなエリアでリンクするっていうところ時があれば、正直晴れでも雨でも曇りでもあんまり関係なく渚だったら釣れるなって思います。なるほど。まあアプローチはちょっと変えますけどね。アプローチは全然、沖から岸に向いて投げるとか岸から沖に向いて投げる、それは変えますけど、でもほぼほぼそれでいける気はしますね。なるほど。はい、いかがですか。渚で釣りたいですって言われたら、まあそれはバックウォーターの流れがあるリザーバーに行かせてもらえるなら、はい、それが楽っす。この時期なら。ああ、流れの中でやるって感じですか。流れが効いてるところでやりたい。ああ。で、流れが効いてるところであれば、はい、絶対にベイトが溜まるところも明確だし、はい、溜まるところに対してルアーをきちっとどっちの角度から入れれるとかっていうのを自分の中で、まあ、イメージできるから。ベイトの種類とか特に関係ない感じですか。いや、ベイトの種類っていうか、だって流れ込みのそのにいるってのは多いかでしょ、この時期なら。そうですね。多いかは、うぐい、はい、まあそれ系の川魚系の魚がいるとこ、はい、で、に行かせてもらえるならそれが一番簡単かな。いやもちろん琵琶湖でもだったらこういうとことか全部どこでもあるけど。琵琶湖だったらどういうとこですか。琵琶湖だったら、アユがやっぱりどこがいいよね。アユベースで狙っていく。アユベースで狙うと思うな。アユか、まあアユかウグイか、いやでっかいのが釣れるのはハスだけど、ハスはアユ追っかけてるから、で、はい、時間帯で浮いたり行かなかったりするから、まあ、簡単なのは常時浮くアユのあるいる場所が分かる、まあ、船がいて、ね、漁師さんの船めっちゃ分かりやすかったりとか、いろんな理由で、そうそう、はい、簡単に分かるからそういうところへ行くけど、でも時間帯は僕は逆にすごい気にする。いつ？いやもう朝一以外は、はい、9時以降だと。ああ朝一っていうのはつまり6時とかそういう。いやいや、もうだから誰よりも早く一番最初に入れるであればそれはすごく簡単だから、はい、すごくいいけど、でもそれは、魚が朝の状態で刺してて、はい、一番簡単に釣れる魚は釣れるだけで、はい、それ以外の朝一っていうその例えば、7時とか8時とかみんなが釣り場に行った後の7時とか8時とかのそのタイミングは逆に良くないと思ってて、はい、でなんでかっていうとそのタイミングでは魚は浅いところに刺さないって。もう戻っちゃってるってことですか。一番の魚は戻ってて、はい、本当に餌食いたいやつはベイトが上がるタイミングでなきゃ食わないから、はい、ベイトが上がるタイミングっていうのはベイトがシャローに上がるタイミングね、はい、はやっぱりお日様が刺してきてベイトが餌を食べれてバスに食われない状態が作れるようなタイミングが一番多い僕の中では、はい、だそれって9時過ぎて9時から11時とかいっぺんそれがなくなって2時から3時とか、まあそれは点々とそのタイミングが訪れる。絶対来る、はい、絶対来て、それは釣り場によって違うから、はい、例えば七色だったらこの時間、池だったらこの時間、琵琶湖だったらこの時間って僕の中ではあるけど、はい、もうここに全部説明できないからね、はい、でも多分誰が行ってる釣り場でも僕はあると思う。あの魚がファーって浮いてくるタイミング、はい、小魚が、はい、でそれに反応するバスが反応するタイミングっていうのがあってそれに合わせていきたい。たら確実に釣れると思う、はい、だから、まあ、リザーバーだった
ったらそのタイミング、うん、まあ琵琶湖でもだからみんながわーって朝行ってる時はあもうどうぞって感じで、はい、それが一旦落ち着いて9時のタイミングでベイトがシャローに刺すタイミングに僕は参加しますみたいな。ああ、なるほど。あの釣りはファーストインパクトは釣れるっすよ、はい、だから一番最初に入って一番最初に投げれるタイミングはそりゃいいっすよ。でも必ずしもそうはいかないからね、はい、まあすでに釣り場に人が入ってたりとか順番にみんな入るわけで、はい、その順番に入った中で、確実に釣ろうと思ったらその魚が浮くタイミングで入るっていうのはすごく 大切だと思ってるから、はい、僕はそのタイミングで釣りたいかな。じゃあ小野さんの場合渚で釣ろうと思ったら、いやまずそもそも論としてクリアボタン、はい、クリアボタン、まあ、そりゃそうだな、そりゃ、まあ、そうですね、そりゃそうだ、はい、多分みんなそこからあんまり分かってない人も実際いると思うので、はい、でやっぱああいうアイジケのルアーっていうのは、はい、その目視で魚に確認させる要素っていうのが大きいので、浮かすからね、そうですね、浮かすし、はい、あるいはある程度遠くからね、はい、魚を寄せるっていうタイプの釣りなんで、まあ最低でも琵琶湖でいうと何個、はい、ぐらいの透明度からクリアのところが釣りやすいし、はい、じゃあ琵琶湖は全域がターゲットになるっていう考え方ですか。まあそういった意味では可能性あるよね、あの水の色で言えばね、はい、まだね、でどうしてもそこまでクリアなところないんだったら、まあ、例えば野池とかそういうところでも流れ込みの周りとか、よりその、まあ、浅いし、はい、ベイトもいるしバスもいるしバスとのルアーとの距離が縮められる場所、はい、最初から、まあ、そういうところをまず選ぶっていうんですよね、うん、まあ、あとはお二方が言ったようなところに近いんじゃないですか。例えばエビ食ってるようなところで愛知県ってあんま聞かないんで、まあ、聞かない、うん、でまあその話であるんだけど、今年ほらオールスターで、はい、白岡内やったじゃないですか。あそこね。であれ実は僕の中で新たな一つの扉が開いたところがあって、そう、まあ、バスフィッシングって昔からバイトフィッシング意識するって言うじゃないですか、はい、あそこまで顕著にあられたことないんですよ。あそうなんだ。いやすごかったっすよ、あそこまで顕著に。あそう、いやもうあの映像を僕は生で、俺ほら埼玉だから、はい、あそこまで県庁だらけだからさ、まあ、まあ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 、そうですね。ね、普通ほらいいポイントって釣れるじゃないですか。ああ、ところがまあオールスターで起こったことってどんなにいいポイントでもベイトが入ってなかったら、ああただのゴミだ、ゴミだよね。釣れないですね。全く釣れない。もう何にもない釣り場に変わったり、うん、あんだけベイトが来て、その時もうベイトだけじゃないんですよ。もう映像を見ててもすごいぐらい鳥がもうそこにバンバン来て、生き物だからね。ってことはそういうレベルで考えると、はい、おそらくそのフィールドごとにやっぱ餌って違いますよね、はい、まあ、さっき出たようなオイカいたりとか、はい、ハスがいたりとかオカサギあるいはアユ、はい、まあ、場合によってはもちろんモエビだったりザリガニだったりとか、はい、テナガだとかあるじゃないですか。でそれぞれの餌はそれぞれの生態ってあるんですよ、はい、セッテロな。だからそこをイメージして、でそれにマッチさせたルアーのプレゼンテーションをすることになって、これきっともっと釣れるようになるだろうな。もちろん、まあ、そうだ、そう当たり前のことなんだけど、はい、でもそこをものすごく強く意識させられたきっかけになったところがあります。あ、僕の中では。いやすごい、まあ、当然ね、今までも当然、はい、まあ、ベイトフィッシュだったり、はい、食ってる餌を意識してやったけども、はい、あのもっとこうなんか高い精度で、はい、いわゆるバスに対してアプローチできたらもっと釣れるようになるよね。で例えばね、テナガエビだったら、はい、今テナガエビだったらこういうところここについてて、はい、こういう動き方をきっと今のテナガエビはしてるよなまで本当に考えてアプローチしたら、はい、同じテナガエビパターンでももっと釣れるようになったり。そうですね、もうそろそろ、はい、当たり前のことなんだけど、ああやって如実にね、あからさまにああい こう結果として突きつけられると、はい、ちょっと自分の中で意識がもう一段階こう上がったというか、ありましたね。まあ愛知県もそうじゃないですか。要はその愛知県のルアーの出しどころとして、はい、その愛知県が一番イミテートできるような餌の状態であるフィールドが一番マッチしているわけで、はい、きっとだからそういう場所を選ぶときに、まあ、今畑君が言ったとか加藤さんが言ったようなポイントの選び方、うん、あるいはタイミングの選び方、そういうことによって愛知県が強いですよってことです。そうそうそう、そうですね。で晴れてる方がいいんです俺の中で。ああ
ローライトだと、ローライトはローライトで釣れるタイミングがあるけど、でも影がはっきり落ちる方が魚を呼ぶって思ってる。それはあれ、あのシルエットがはっきりするのが中央方が、これ意外と知られてないですよね。だから晴れの日に釣れる魚のタイプと曇りの日に釣れる魚のタイプは決定的に違うじゃないですか。特に水面系、そう、水面系は特に違う。だからボトムの釣りとかになってくると、まあ混ざって両方が釣れたりするけども、そのトップウォーター、ね、まあ、さっき話出てきたフロッグにしてもそうだし、まあ、ペンシル、ポッパー、でバズベイトだったり、まあ、アイズ系のルアー、トップウォーターのルアーって晴れた時に食う魚と、ね、違うって。違うし、もう水面にあるのと水面から5センチ下にあるのともう全然違うし、はい、で晴れた日だと影が落ちるから水深1メートル以内だったら影だけで上がってきたりとか、みんなさ、影とかルアーの影が水の中に映ってるとかあんま考えたことないでしょ。あでも、はい、あいつらあの影でも基本で水の中だと水面映るのの水面に映ってるルアーも見てる。だから反射して背中を見てるってことですね。そう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 。でそれは晴れてる方が見えたりとか、はい、風がない方が見えたりとか、もう状況って全部違うから、結局ほらそういうことで食ってるんだけど、単純に晴れてるから釣れるから、晴れてると釣れるから、みんな晴れたら魚が浮くとか。そう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 じゃない、そうじゃないよね。でも釣れてる理由は違う。釣れてる理由は違う。晴れてるからそのこういうことが起こる、うん、こういうことが起こるをぶっ飛ばすと晴れてるから釣れるだけになっちゃうっていう。はい、晴れてるから釣れるとか、晴れてるから水、魚が浮いてるとか、上見てるとか、はい、出す、はい、上見てるんじゃない、ただ単に視別で見える、気づく、そう見える条件が多いみたいな、多い、多い、はい、で鏡の方が良かったり、だから鏡の方がいい時、鏡じゃない方がいい時っていうのもあって、これもだって釣り人によって、いやいや風が吹いてる方がルアーの存在感がぼやけてより釣れるようになるんだよっていう人もいれば、そんなことある、それだけじゃない、それだけじゃない、それだけじゃ、鏡の方が釣れる時も本当にある。そうですね、実際そうだ。もう波があったら全く釣れなくなっちゃうとか、でも波があるとローライトになるから行った時もある。だこれでそれで出しどころも変わる、ルアーの使い方も変わる。だからこれほんまに大学だから本当に講義がめっちゃ時間がいいね。そうですね、だからこれ本当ならば全部を一個一個こと細かくやっていきたいですよね。そうで実際釣ってみせたいんだよ本当は。そこまでしないと信じないから、みんな。まあそうですね、そうでも本当に違う。でもやっぱりこうやって YouTube が発達してですね、このプロの釣りというものをまあ身近にこう見れる時代になったわけじゃないですか。でまあ僕はねずっと釣りしていろんな釣りをこうお見せして、だからその中からそのどこを切り取るかなんですよね。だから見てる方たちにお伝えしたいのは、ルアーだけを見るわけじゃなくて、どういう状況でこのルアーが釣れてるのかっていうのをちゃんと見てもらいたい。あ、なるほど、はい、だってこの間の DB ユーマーだって、 DB ユーマーがすげえ釣れるみたいだけど、最後にフフって、まあしてるところで釣れてるわけじゃん。あれは言ってるでしょ、ちゃんと。あれは言ってるでしょ、その言ってた、言ってますよね。で、何言ってた。DB ユーマがめっちゃ釣れるみたいになってるんですけど、これも結構コメント欄で質問が来るんですけど、じゃあなんでオフセットフックを使っててマス張りで頭掛けにしてやらないのみたいな話もあるんですけど、オフセットがいい理由っていうのがあるんですよ。しかも僕が使ってるオフセットはあえて太い軸のオフセットで、その太い軸のオフセットスピニングタックルで使うってまあまあアンバランスになるところを、ちゃんとこう今の技術でフッ素コートってやつがあるわけですよ。だから太軸でも刺さりやすいみたいな。え、でもそういうことじゃないじゃん。だからその太い軸のね、はい、針を使ってる理由は、はい、フッ素コートだからということよりも、そのバランスっていうかその沈み具合とかが絶妙なんです。そうでしょ、はい、だからそっちが大切なのに。そうだからマス張りで、やらない理由を述べると、うん、でしょ、重たいオフセットフックだったら僕ねちょっと下引きたいんですよ。だからちょっと沈むからだよ。ちょっと沈むから、だから俺はマス張りだったらネイルを使えって言わないといけないなって。あ、そう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 
そうなんですよ。そうでしょ。で、マス張りでも別にいいんですよ、ネイルを使えば本当は。ただ、あそこの場合だと、ウィードが浮いててとかカバーの横のやつやってるから、あ、オフセットの方がいいだろうなって俺は思った。はい、で、フッテード使ってて、あれ、ちょっと沈めねえと食わないんだろうなとか。あ、そうなんですよね。沈めといてフッて浮かさないと食わないんだろうなとか。見る人が見たら分かるんですけど。でも見てる人は分かんないんですよ、本当はそこまでは。言ったらね、あれね、あれね、あの針使ってるのは、ちょっと沈めたい。で、僕の感覚的な数字で言うと、だいたい水面から、まあ、約10センチぐらいのところを引いて、で、そこでバスにまず見つけさせるんですよ。で、追いかけてくるじゃないですか。追いかけてきたバスを、そのまんま追いかけてきたっていう、まあ、ルアーとバスの距離感が詰まっていく。詰まっていくときに、その10センチから、水面に向かってシューって上げて、ラスト5センチ上げる感じ。それを多分ね、映ってると思うんですよ。映ってるけど言うのは分かんない。言ってるでしょ、言ってるでしょ、あれ。言ってる言ってる、まあ、言ってない。これコメントがこれにつくから、ああ両方見てもらっていいね。おいしい、ね、つぶろ会と池原会の DB ユーマの。そう、でもよく見た方がいい。食わせる最後はぶっちゃけ技使ってます。見た方がいいです。で、本職っていうか、ほんまに、サイトでね、でかいの釣る人って気づくんですよ。だから言わんでも加藤さんは、いやいや、本職だから。本職の方は気づくんですけど、でも、そういうちょっとした秘密を知るだけで、あ、なるほど、だから太いオフセットフックが、そのルアーの、そのレンジコントロールをしやすくしてるんだとか、で、DB ユーマ自体は、やっぱり、フォールだけで泳ぐ、ワームなんて、あれ自体はすごいんだよ。あれはあれですごいんだけど、だからやっぱり重たい針があると沈むから、あの、例えばバスがチェイスしてきた時に追わせて食わせるのか、そのままもう何もしないっていう時もあるわけですよ。もう、なんていうのかな、落とすだけで勝手にフォールだけでプル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 って言ってバンって食っちゃうやつとか、あの、つぶろこでね、60、まあ、正確にあれ多分59センチぐらいだったと思うんですけど、ね、いや60って言ってない、多分59センチ、あれ60あったかもしれんけど、あれもやっぱ最後沈めていってフォールで食わしてた、食わしてる、はい、フォールで、まあ、だってもともと今日 DB はフリーだもんね。フリーリーグだもんね。あれでもフリースタイルですよ、もうもはやフリーはフリーはフリースタイル、フリースタイルだ。そうなんですよ。でもフリーリングもね、よう釣れた動画が今ストックであるんですけど、まあ、それはそれまた出すんですけど、でも、あの、ノーシンカーのいわゆる水中のクローラー使い、クローラーベイトとして使うっていう時は、今までちょっと黙ってましたけど、オフセットフックが肝です。で、ちょっと重めのオフセットフックが肝です、はい。で、沈め具合が肝で、沈めてからチェイスした時にちょっと水面までの10センチを最後使うっていう、ここをこの10センチって、この10センチの使いどころってめちゃめちゃ大きいですよね。大きいよ。だってそこの10センチを何もしないのとするのとで、あんだけ簡単に食うんですよ、バスって。だって多分見てる人びっくりしたと思うんですよ。どんだけ簡単にでかいバス釣れんねんと、めちゃめちゃこれ食うやんってなってるんですけど、あれはそういう理由があって、でも、そこまで意識しなくてもただドラッギングでも釣れるんで。いや、だからそれは釣り方の問題で、はい、ドラッギングだと距離が遠いだとか、あ、まあ、見せ、ね、だからいろいろ理由があったから、はい、全部が全部一律に考えちゃいかん、はい、まあ、サイトででかいバスをボコボコ釣るときはその10センチがめっちゃ最後肝になるっていう、それはそう、はい、それはもう一回動画見直してもらったら、あいつやっとんなっていうそう、10センチから、まあ、水面までの間が一番大切だな、はい、そうなんですよ、あの技はね、まあ、見てもらったら、まあ、はっきり映ってると思うんで、はい、はい、という使い方、出しどころで喋ってたらこんな時間になったけど、今でどれぐらいですか、何分ぐらい、40分ぐらい喋ってるの、あ、40分、これは、はい、やばいですね、もうこれぐらいにしておきますか、今回は、いいんじゃないですか、はい、なんか最後言い残したこととか、思い残すことはない。いい話がしてた。めちゃめちゃ貴重なんですよ。このメンバーで喋れるってことはめちゃめちゃ貴重なんで、なんかもう、はい、小野さん的にそのなんかないんですか、10センチみたいな話。
まあそれは言い出せばキリがないから。次回に撮っときますか。それはね、はい、それで別のルアーであるの、はい、別のルアーであったり、もうそういろいろあるんです。どんなルアーでもそういう最後食わせの肝みたいなのがありますよね。ありますあります。いやいや、今日はちょっと濃い話になったというか、これはねえ、いいんじゃないですか。どうですか皆さん、ねえ、まあ、こうやってねバスフィッシング大学、いろんなことをこう追求して、皆さんがより釣れるようになるためのヒントをね、お伝えしていければなという、はい、でまたコメント欄の方で、どういった話を今後聞きたいのかとかね、まあ、そんなんもコメントいただけると、読みます、はいはいはい、それに沿ったことが、まあ、できればやりますという感じで、はい、今日はこのぐらいに、はい、しといてください。そうですね、もうお家帰りたいですっていう、はい。いやいや、ここ閉まるから。そうですね、そうですね。はい。今日はね、このグランフロント島のスクエアということで、ね、ここすごいいいとこなんで、ちょ最後ちょっとここの宣伝というかね、もう最後くるっとこうあれカメラ回してこうなんか。カメラすごいっすよこれ。まあこれ。ほら。こんな感じで、ね、歴代のいろんなリールがこう並んでるという、ね、シマノの歴史がここでこう見れる、見れる、はいはい、ぜひぜひ皆さん来てください。ぜひぜひ来てください。ちょっとお茶も飲めるスペースがあったりとか、ね、ということで、はい、ではさようなら。はい、待って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 、はい、さようなら。